さて今回開けていきますのは SH フィギュア2仮面ライダーセイバーブレイブドラゴンです。はい、こちらは仮面ライダーセイバーに登場いたします主人公神山トーマがブレイブドラゴンワンダーライドブックと聖剣ソードライバーを装填することによって変身した姿です。というわけでこの時期はですね、主人公の基本形態のフィギュア2が発売される時期でございますけれども、今年も特別価格というわけでお値段ちょいお安めの3,520円で本日2月13日発売となりました。まずはセイバーの外箱を見ていきましょう。今年はこんな感じなんだね。一般発売ですので窓があって、セイバーブレイブドラゴン映っております。魂ネーションクオリティのシールが貼られていて、下の文字及びロゴはこのようになっております。外箱、ゆるっと見ていただくと、こんな感じ。このセイバー超かっこいいっすね。裏面こんな感じで、いろいろとポージングしてますね。最近の主人公ライダーのアーツって、さっきも言った通りちょっとお休みで発売される分、武器の付属がなかったんですが、セイバーの場合は、基本すでに剣を持っておりますので、今回は特別価格でありながら、木武器が付属しております。それでは開けてまいりましょう。では開けていきましょう。どうどん。なんかめっちゃずっしりしてるし、でかくない？なんかアーツ。去年の主人公ライダーの01がかなりスッキリしてましたからね。アーツとしてもちょっと小柄でしたけれども、今年のセイバーがまたごついからな。めちゃめちゃムチムチしてますね。そしてもちろん私もツイッターとかすでにいろいろ見てて、アーツの評価とかしてる人のツイート流れてきてますから僕も知ってるんですが、非常に造形は素晴らしいんですけれども、この胸のグレー部分とか、ここが成形色ですごく気になるっていうツイートがめちゃめちゃ飛び交ってたんですよね。僕もすでにそれは見てて、他のフィギュアとかでめちゃめちゃ塗られてるのに、アーツでなんでここ塗られてないんやっていう意見がすごく多かったんですよね。塗装で気になる点で挙げられてるのは、ここの胸部分と背中のここと、そして一番がこの火炎剣劣化なんですよね。この剣部分ですよね。ここは塗って欲しかったね。目立ちますよね、このグレーね。すげえモールドもさ、しっかり入ってるし、造形も超いい感じなのに、ここがグレーの成形色となっております。これね、一番くじのフィギュアですけども、これね、胸ちゃんと塗られてるし、火炎剣劣化もシルバーで塗装されてるんですよ。他のフィギュアではこうやって塗られてるのに、アーツでは今回成形色となっております。これはちょっと気になる点だよね。はい、というわけで中身は仮面ライダーセイバーブレイブドラゴン本体と交換用のテクイパーツが左右合わせて6つ、そして武器の火炎剣劣化です。そしてパッケージの箱の中にエスパーダのアーツが予約受付中というわけでチラシが入っておりました。エスパーダはお値段6600円というわけで、まあいつものアーツって感じのお値段ですが、これも成形色なのかな。なんかこう見るとね、シルバー塗装入ってる感じするんだけどな。セイバーもね、パッケージ見るとなんか塗装入ってる感あるんだけどね。まあ、こんなん取り方次第ですからね。もうちょっとわかんないんですけど。はい、それではセイバー本体見ていきましょう。まあ、塗装に関してはね、気になるということは先にも述べましたけれども、ただ造形はめちゃめちゃかっこいいですよ。いや、このムチッと感やばい。本当に真骨頂みたい。今までのさ、01とか昨今のフィギュアーツももうほぼほぼ真骨頂の出来みたいによく言ってますけど、このセイバーのムチッと感はすごいよ。なんか豪勢だわ。ほんとだからこそ塗装が目立って、すげえそこが残念ではあるんだけど、まず全体見ていただきましょう。こんな感じでございます。上から見ていきますと、この、頭のてっぺんのシルバーのこの剣部分、ここきちんと塗装されてて、複眼もきちんとクリアパーツで表現、模様やグラデーションもきちんと表現されてるのがわかりますね。で、右肩のドラゴンくんのところ、ここは成形色ですね。ここが成形色が気になるっていう人もいるみたいですが、腕のこの塗装部分とのこれ対比にもなってるかもしれないんで、ここは狙って成形色なんじゃないかなって感じしますね。で、この胸のグレーのとこも成形色で表現ですね。ここがやっぱちょっと気になるとこだな。ここのね、てっぺんからこういう
こういうラインで来てる分ね、ここが塗装ならここも塗装にしてほしいなっていう感じしますけどね。で、ソードライバーですね。今回は中に剣を刺すことができません。それ用のベルトパーツとかもついてないので、これはもうこの状態って感じですね。で、今回ね、手首パーツの手の甲のとこ、ここにね、赤いパーツがあるんですけど、手首を交換するとき、ここも外してあげて、ここも交換してあげるっていう感じですね。これ付きの手首パーツで交換の方が楽で良かったんだけどなっていう感じですね。で、下半身がこんな感じですね。ローブもね、すごいちゃんとここシルバーの塗装入ってて、シワ感もすごいいい感じなので、いやー、全体で見ると造形ほんと素晴らしいですね。いやー、これは飾り映えする。うん。後でちょっと火炎剣劣化持たせてみるけど、その状態でどうなるかって感じだな。そこがすごく気になるとこですね。それでは上から見ていきましょう。ここのね、頭のこのおでこの部分、ここ塗装で表現ですね。これもさ、モールドすげえ細かく入ってますね。複眼部分もグラデーションになってて、クリアパーツで表現、複眼の中にあります模様もきちんと表現されております。そして口元まで真ん中のシルバー部分塗装で表現されてます。首から上はほんと完璧だわ。首とかも詰まってないですしね。すげえイケメン。うん。首のこれ可動とかも全然問題ないですもんね。うん。可動にも影響ないし。いやー、スラッとしててイケメン造形ですわ。体型のこの胸のムチッとした具合、腕のこの太ましい感じ、このあたりもきちんと表現されてて、肩のドラゴンくんもこれいいですね。あの東京駅にあるあの大きいブレイブドラゴンのあの立像というか、あれ見たことある人はわかると思いますけどね、ドラゴンくん結構可愛らしい感じの顔してるんですよね。なのでこのアーツの作り非常にリアルでございます。すごくいい感じで、ちゃんと肩パーツ動きますね。これね、うん、こんな感じちゃんと動きます。そして右腕部分、赤の塗装でバチッと塗られてて、濃い赤がまたかっこいいですね。で、オレンジのラインが入ってて、前腕部分には炎エフェクトのような造形。これいいんだよな。これがまたかっこいいんだわ。そして手首パーツですね。ここはオレンジで塗装されてますね。そして反対側のこのブラックの方ですね。ここ赤ラインきちんと入ってて、ここがまたさ、反対側の右手との対比になってて、これもいいんだよね。改めて見ると、ブラックに赤ライン入ってて、ファイズっぽいんだよな、なんかな。このまま後ろ見てみますけども、改めてこのね、背のこのグレー部分、ここ目立っちゃってますが、ウエスト部分のシワ感とかね、このあたりよく表現されてますね。そして赤のベルトが目立っておりますけれども、これがソードライバーでございます。ソードライバー前の部分の金とかきちんと塗装で表現されてて、ワンダーライドブックは外すことができますね。なるほど、下にこう刺す感じだ。で、あ、ソードライバー側に穴こっち、真ん中にも開いてるから、真ん中にも刺せるね。真ん中にも刺せますね。ただ一番右は穴が開いてないっぽいから、ここには刺せないんだ。うん、なんで2箇所刺す場所があるって感じですね。なんでなんか造形としては、エグゼードのガシャットに近いかもしれない。なんでポロリ注意だな。これはなくしかねないですね。割としっかり刺さってはいるけど、もう付け替えるのとか手に持たせたりとかする予定がない人はもう固定しちゃっていいかもしれない。そして下半身でございます。色飛びとか全然なくてほんと綺麗だな。白と赤の塗装が非常に綺麗でございます。ローブの裏側はこうなって、で外側はこのようになっております。シルバーの塗装が非常に綺麗ですね。足の造形、つま先きちんとね曲げることできますし、足の裏もきちんとモールド入っております。バランス定食。では次に火炎剣劣化持たせてみましょう。まず手首パーツの交換ですね。まずこの手首パーツこれごと取っちゃって、でこの手首パーツの手の甲についておりますパーツを外します。手袋だととても取りにくい。はい、こんな感じですね。でこれを交換する手首パーツに付け替えて、はい、このようにしてアーマーの付け替えが完了いたしました。この状態で手首を付けてまいります。左手もね同じようにアーマーが付いておりますので、手首を交換するときはアーマーを付け替えてあげます。開き手にしておきましょう。そして持たせる前に火炎剣劣化改めて見てまいりましょう。非常に長くてかっこいい造形の火炎剣劣化となっております。本
当にシルバー塗装をしてほしかったねだからこそなんだよな、うん、よくできてるからこそそこまで追求してほしかったからね。プラス1000円払っても個人的には塗ってほしかったかな。そしてエンブレム部分はクリアパーツ表現で、ここの真ん中の赤いとこもこれクリアパーツかな。で真ん中のここのリード部分、ここは塗装で表現。そしてエンブレムは一応外すことができますね。これはある種分解して自分で塗ってねっていうことなんだろうかね。絵の部分はブラックの塗装が入っております。裏面こんな感じ、かなりモールド細かく入ってますね。というわけで火炎剣劣化持たせると、おーわ、ちゃんとねここ武器すごく持たせやすい、すごい固定する、わーめっちゃかっこいいじゃん。わ、剣がでかいからなおのこと絵になるね。うわめっちゃかっこいい、わーすげえ、わーかっこいいな。でも火炎剣劣化のグレーが超目立つなうわーすごくかっこいいのにな。なるほどね、なるほどね、わーすげえになるのにな、うわめっちゃかっこいいのにな。あ、いいね、飾り映えはするね。ちょっと一番くじと同じポーズ取らせてみようか。ちょっと手首パーツが違ったりしますけど、こんな感じですね。うわーめっちゃかっこいいな。アーツやっぱ造形超かっこいいっすね。で赤がちょっとシックなのがまたいいな。可動フィギュアでここまで表現できるんだもんね。うわー造形がいいのがよくわかる。はい、改めて可動範囲ですね、首横向かせること問題なくできます。なんなら1回転も今回問題なくできるんじゃないかな、うん、真後ろ向かせることもできますね。かしげることもできるし、前後も大きく動かしてあげることができます。腕もちょっとね引き伸ばしてあげればきちんと水平まで上げることできます。肩パーツもねちゃんとここ逃げてくれますので問題ないですね。二の腕のロールの回転あります。肘もこれぐらい曲げることできますね。手首も交換できますので回転させることができます。右肩もきちんと引き伸ばしてあげられますので、その分上げられますが、ちょっとドラゴンくんの影響がやっぱりあるなぁ。ここはただちょっと肩を回してあげることでここまで上げることできますので、ポージングにはそこまで影響ないかなって感じですね。二の腕の回転あります。肘もここまで曲げてあげることできますね。手首も交換できますので回すことができます。胸可動ありますが、ここねちょっと動かすと、まあその分へこんでるんだけど、グレー同士がちょっとね下向かせすぎると干渉しますので、ここはちょっと注意必要かな。腰ももちろん可動いたしますし、ベルト部分も別パーツですね、独立して動かすことができます。ロー部分部は後ろから見ると分かりますが、軟質素材で腰のところの一箇所へ止まってるって感じで、これはこれで独立して動かすことができますね。軟質なのであまり強く引っ張ると破けてしまうかもしれませんので、ちょっとここは扱い注意が必要です。とはいえポージングでここが当たるから簡単に破けちゃったみたいなことはないと思いますので、まあ、一応気に留めておいた方がいいかなレベルの感じだと思います。ベルトのサイドにホルダーがついておりますので、太ももをこうやって引っ張ってあげた時ちょっと当たるんですよね。なんでちょっとここは注意が必要。右足はもちろんローブへの干渉ありますので、ちょっと大股で開くときは注意が必要ですね。前後はそんなに影響ないですね。大きく開くことができます。太ももの回転あります。膝曲げることできます。グニッと曲げることができますし、足首の可動もありますね。ライス定食というわけで今回は SH フィギュア2仮面ライダーセイバーブレイブドラゴンご紹介いたしました。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。